家でもできるダイナミックストレッチをやっていきます。まあ、家で筋トレとか、まあ、何かトレーニングする際でも、まあ、なるべく関節が固まったままどうしても使ってないと、硬くなってくるんで、そういう状態のまま強い負荷をかけていくとどうしても怪我のリスクが、増えてきます。だからしっかりダイナミックストレッチ、まあ、これウォームアップにもなるんで、まあ、しっかり体を使える状態にしてトレーニングを行っていきましょう。で、基本的にはまあトレーニング前にはダイナミックストレッチを行って体をしっかり使える状態にしておく。そしてトレーニング後はスタティックストレッチを行って回復を促していきましょう。まあ、どちらの方法で行うにしろ、ストレッチの際は無理に行わずに、強いストレッチをかけると逆にそれが怪我を招いてしまうことになるので、まあ、自然な感じで、まあ、気持ちよく、程よく、ゆるく、そういった感じでやっていきましょう。それでは早速やっていきます。見ながら一緒にやってみてください。まずは体幹部分を中心に全身を動かしていきます。まずは股関節を後ろに引いて両手を上に伸ばしていきます。腰が反りすぎないように注意しながら5回ほど行っていきます。上に伸びるようなイメージで行ってください。次は足を開いて両手で足をタッチして斜めに伸ばしていきます。届かない人は届くところまでで大丈夫です。5回行ったら反対、胸を中心に体を左右に振っていきます。続いて上体を回していきます。5回やったら反対、続いて腰を回していきます。今度は肩を回していきます。肩甲骨もしっかり動かしていきましょう。5回やったら反対、次は肘です。肘を回して肘も結構見た目やすい部分なんで、ここしっかり回しておきましょう。次は膝を回していきます。10回回したら反対、膝も怪我しやすい場所なんで、スクワットとかやる前しっかり膝をウォームアップしてしっかり使える状態で行ってください。次は片足上げて膝を掴んで、このまま後ろに下ろして、手を床についたら膝側の手を上に上げて元の体勢に戻ります。片方3回ずつ行っていきましょう。
回程度行ってください。続いて手でつま先を持ったら体を前傾させていきます。3回ずつ行ってください。続いて膝を抱えて横に足を出してストレッチをかけていきます。この時つま先と膝しっかり向きを揃えて行ってください。次は片足で立ったら足を後ろ、手を前に前傾させながら伸ばしていきます。この3回ずつ行ってください。最後は末端部分をやっていきます。まず首から。5回回したら反対。軽く手の重みで、ぐっと力を入れずに手の重みだけで、前方向に。後ろやる場合は、アームを下から押して、これも無理に押しすぎずに、じわっとゆっくり力を入れる感じでやってみてください。終わったらまた3回ずつ回していきます。手首をしっかり使える状態にしておきましょう。手首も腕立て伏せとかで、痛めることがあるのでしっかり使える状態にしておきましょう。そして足首もかかとを上げて、次はつま先を上げて、これを繰り返していきます。10回程度行ったら、最後は足首を回していきましょう。はい、以上です。家でトレーニングする際はもうそこまで走り回ったり、飛び跳ねたりすることもないと思うので、この程度の軽いダイナミックストレッチがいいウォーミングアップになると思います。怪我を避けてさらにトレーニングのパフォーマンスも上がるんで、家でトレーニングする際も面倒くさがらずしっかりこのダイナミックストレッチを行って、怪我をせずトレーニングを続けてみてください。
際。ご視聴ありがとうございました。